はいどうも、ウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちらですね。HTML を作りながら覚えるの第4弾。ね。合ってますよね。確か前回が第3弾だったと思います。第4弾。ね。ポジションの使い方を作りながら覚えるという内容になっております。ね。簡単な自己紹介載せておきますので、興味がある方は見られておいてください。ではですね、早速いきたいなと思うんですけども、前回まではですね、アトムっていうエディターを使ってたんですけども、今回からはこちら、ね、ビジュアルスタジオコードですね、というですね、エディターを使っていきたいなというふうに思います。アトムっていうエディターは、僕すごく好きなんですけど、どちらかというとですね、こう初心者向けというふうにね、見てもらっていいんじゃないかなと思うんですよ。ね、それに対してですね、ビジュアルスタジオコードも初心者向けではあるんでしょうけども、慣れてきたらね、僕はこっちのおすすめ、ビジュアルスタジオコードもおすすめです。はい、結構いろんなことがね、できます。じゃあですね、早速ね、この辺からやっててもいいんですけども、ちょっとまだアナログでね、やっていきますね。よいしょ、ポジション。フォルダを作って、フォルダにポジションをやるので、ポジションって名前つけておきますね。はい。で、これをポイッと入れます。はい。でですね、ポジションが今開いてる状態になってます。でようこそっていうね、これ消しますね。ようこそっていうところね、消します。使い方はですね、前回まで出たアトムとそんなに変わんないです。大きくは変わんないんですけども、ちょっとこう、シュッとしてますよね。アトム可愛い感じですよね、どっちかっていうとね。だから、はい。どちらでもいいです。で、この中に、コマンドをね、N で新しいファイルを作ってね、index.html と、style.css。というね、ファイルを作っておきます。ね。あと、画像も欲しいところではあるんですが、どうしようかな。次回以降ちょっと用意しておきますよ。ね。今のところは、なしで。行こうかな、どうしようかな。そこまでやりましょうかね。パクタソっていうですね。よいしょ。パクタソっていう、開きます。ね。で、ここは素材がね、すごくいい感じで手に取れるところです。でいつも猫使ってるんですよね。猫にしましょうかね、やっぱりね。この間の猫がまだいそうな気もするんですが、でもせっかくだから違う猫をね、これいいじゃないですかね。睨みを利かせるスコティッシュオールドって書いてますね。よし、これ使いましょう、今回。S サイズでダウンロードしておきます。はい。で、これも、フォルダの中に入れて、フォルダの中を、イメージフォルダを作って、その中にこれを入れる状態を作っておきます。はい。じゃあですね、いきます。HTML から作りますね。今回はポジションっていうね、ものをたくさん使っていきますが、ここに、アトムの場合は、HTML って書いてタブを押しました。ただね、Visual Studio Code だとこれ出てこないんですよね。びっくりマークを押してタブするといっぱい出てきます。ずらっと。ね。で、HTML language が English になっているので、これを Japanese に変えてあげると。で、ヘッドの中とボディの中に分かれてるっていう状態はあるので、一番上が文字コードでしたよね。で、2番目にこれ書いてあるのが IE、インターネットエクスプローラーをこう、ね、上手にするやつと思ってください。上手にするやつ。で、3番目がですね、ビューポートっていうんですけど、これが入ってると結構上手に横幅をね上手に分かってくれることがあるのでできてですね、スマホ対応とかするときにちゃんとね横幅を拾ってくれます。なのでね、これは基本的には今後はね、これ確実に入れとくようにしましょうね。文字コードと同じぐらい重要にねだと思ってもらってていいんじゃないかなと思います。はい。で、タイトルが入ってますね。で、ボディの中を、ヘッダー、メイン、アサイド、フッター、
の4つに分けておきます。4つに分けておきます。で、今日はですね、どこからやろうかな。1個ずつやっていきたいんですけど、まあヘッダーはちょっと仮で H の1で、ポジションって書いておきますね。ポジションで、メインのところ、ここからやっていきましょうかね。ここにセクション1、セクションを作って、セクション1をヒーローイメージじゃない方が分かりやすいな、ということで1っていう箱を作っておきます。 ID1 で、 ID2 ね、 ID3、ID4 ぐらいまで作っておきましょうか。どこまでちょっと使うか分かんないですけど、メインの中を4段ボックスに分けた感じですね。1234って4段ボックスに分けた感じです。で、この ID1、今日はね、ここやります。まあ、前回ヘッダーからやったんですけど、ちょっとポジションの時に、こっちからの方がやりやすいなっていうのがあるので、ね、そうします。H の2で、まあ、タイトルって入れますよね。で、P。で、文章を入れるって書いておきます。で、文章をいっぱい入れておきます。P はパラグラフで段落って意味ですね。で、A。A はリンクです。リンクで、詳細はこちらって書いておきます。はい。できました。HTML は今日はこれで完成です。ね。で、ポジションっていうのは、CSS のね、ポジションっていうのがあるんですけども、何なのかっていうと、こういう、例えば A とか P とかを自由なところにポン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 配置できちゃう。移動ができちゃうっていうですね、大変素晴らしいものではありますが、ちょっとね、頭がこんがらがりやすい。ね、ところです。ね。はい。なのでね、一個一個ね、こう、確実に、着実に覚えていって、いかれるといいんじゃないかなと思います。で、ポジションは正直ですね、なくても、ウェブサイトっていうのは作れます。ただ、あると、かっこいいみたいな。あると、結構いい感じ。まあ、今はね、当たり前のように使われてるので、覚えてた方がいいでしょうね。はい。はい。じゃあ、見ていきますね。これもやっぱ見た方が早いからですね。今、保存すると、よいしょ。こんな感じ。こんな感じです。こんな感じね。はい。で、ちょっと CSS 書いていきますね。これも Atom と同じようにね、こう、横に並べれたりできるんですよね。で、ここがちょっと違いますね、ここが。ここがちょっと違って、こういう風にね、上から下までね、ずらーっとね、並べてたりとかします。で、ここに、まあ、ちょっとアスタリスクで、パディングゼロ、マージンゼロを入れておきましょうかね。マージンゼロ。これは入れとくんですけど、でしょ。で、ヘッダーコーナー作っておきましょうか。ヘッダーのコーナー作っとくけど、ちょっとなしにしておきますね。そう。こう怒ってくれるんですよね。何も入ってないよ、つって。ね。あそこから入れます。すいませんって思っておきますけど。はい。今日はね、ID の1、1に対して、ね。パディング。そうだな、50ピクセル。はい。で、1の、そうだな、色までつけとこうかな。その方が分かりやすい気がするぞ。背景を何色にしましょうかね。ライトイエローとかにしようかな。はい。1の H の2に対して、フォントサイズ、36ピクセル、フォントウェイト、ボールド。ボールドってちなみにですね、ボールドっていつも入れるんですけど、ボールドってね、600、あれ ?600 だったと思います、確か。ね。数字でもいけるんですよ。100、200、300、400、500、600、700、800、900ってね。ボールドって600、あれちょっと忘れした。この辺です、この辺。ね。で、これ800と900ぐらいがね、ブラックっていうね、もので、これがノーマルですね。400がノーマルですね。うん。ちょっと600っていうね、数値で今回入れときます。フォントファミリー。いっぱい出てくるぞ。
はい、サンズセルフにしておきます。うん、これぐらいでいいかな。マージンボトムとか入れておきましょうかね。はい、で1の P に対しても、まあ、特に、いや、せっかくだからちょっとこれ丸々入れてちょっと違う内容にしとこうかな。20ピクセルね、まあ、ウェイトボールドじゃなくていいので20ピクセルでマージンボトム20ピクセルぐらい入れてあげましょうかね。はい、で1の中の A、 これをボタンにします。ディスプレイインラインブロック、パディング、そうだな、20ピクセルの70ピクセルとかにしといて、背景を、背景をどうしようかな、オレンジですね。背景はオレンジにします。で色をホワイトの方が見やすいかな、まあいいや、ブラックにしておきましょう。よし、じゃあ見てみます。すいませんね、入れてなかったね。はい、リンクさせますね。スタイル .cs です。はい、こんな感じです。で今からやるのが、このボタンを自由自在に動かしたいと思います。このボタンをね、はい、まずこの1っていう箱の中にポジションレラティブって入れます。でこのね、ポジションレラティブについてはまた次回とかになるんじゃないですか、後々やるんですが、で1の A の中にポジションアブソリュートっていうのを入れます。今日やるのはこれ、このポジションアブソリュートについてやります。まあこれはポジションアブソリュートは基本このポジションレラティブとセットで使うものだというふうに思っておいてください。でまずね、見た方が早いので一旦見せますね。トップ違う、ボトム0の、ライト0、こうするとじゃん、右下に行ったでしょ。この1っていう箱の中、要はライトイエローの色がある中で右下に行きます。右下にね。で今度はそうだな、トップ0にしようかな。トップ0、ライト0にするとこんな感じ、右上に行きます。右上、そしてトップ0レフト0にすると、なんかおかしくなったぞ。あ、大丈夫だった。はい、ここ分かりますか、これま、かぶってるでしょ、かぶってまでここに来ます。はい、これ今までの動きじゃなかったですよね。関係なくこう、そこ私の席なんだけどみたいなこと気にせず上から座ってくるみたいなね、そんな動きをポジションをしてするんですよね。こんな感じでドカーンって、そういう動きします。はい、そういうとこありますこの人ね。はい、でこれがね、ある理由っていうのが、ポジションって基本的にね浮くんですよ、1個上に浮くね。フォトショップとかイラストレーターとかね、使ったことある人だったら分かると思うんですけど、レイヤーっていうねのがありますね。パラパラ漫画みたいな感じですかね。1枚目のレイヤーがあって、その上に何かかぶせられてるっていうね。でレイヤーが変わるんですよね、ポジションを使うと1個ポンって。なので平気な顔して上とかにねポンって来れるんですよ。これが同じレイヤーだったらぶつかっちゃって来れないでしょ、ガンガンって。で1個上にいるからぶつからずに自由にどこにでも行けるよっていうのが、基本的なポジションの使い方だと思ってもらったら、分かりがいいと思いますね。すごく正しい言い回しかは何とも言えないんですけど、分かりがいい言い回しかなとは思います、こういうのがね。はい、で、トップ0のじゃあちゃうね、ボトム0にしようかな。ボトム0、レフト0で下に行きますね、ここ。はい。で、さらにさらに言うと、ボトム0の仮にじゃあライト200ピクセルとかすると、こういうふうにね、位置をね、変えることもできます。ね。
ピクセルも使えるし、パーセントも使えるしですね、まあ、いろんなのが使えるんですが、まずはピクセルを使う方が分かりやすいんじゃないかなと思います。はい。いろんな単位使えます。で、ちょっと、ね、気になった人は気になったと思うんですよ。これ、いや、1の中で動いてるのは分かるけど、みたいな。ね。戻しましょうかね。ボトム0のライト0に戻します。いや、1の中で動いてるのは分かったと。でも、ここが、ボトム0って、どうやって決めたんって気がしません？ここがボトム0って。それがこれなんですよ、これ。1の中にあるポジションレラティブ。この1の中にあるポジションレラティブが、この1っていう箱を基準値にしてねって意味なんですよ。この1っていう箱を基準値にして、ボトム0、ライト0だったら右下ピタッとくるし、トップ0、ライト0だったら右上にピタッとくる、はい。っていうこの基準値を作るのがこのアブソリュートを使うときにこのレラティブ。だからですね、アブソリュートは基本レラティブとセットです。で、じゃあなかったらどうなるのか見てみますね。ないと、こうなります。基準値がね、全体の基準値になるんでね、ちょっとね、違うところに行きます。そこじゃないみたいな。ここに来てほしいんだみたいなね、のがあると思いますので、そういうふうに基準値をつけてあげる必要がある。それがね、ポジションレラティブだと思ってください。で、ポジションレラティブはレラティブだけで使えるんですが、それは別の回。ね、今のところ、レラティブは、アブソリュートを使うときの基準値っていう感覚で OK です。ね。で、ポジションアブソリュートがあって、ボトム0のライト0。はい。ということでですね、今回はポジションアブソリュートというものをやりました。まあ、ポジションはですね、基本ポジションというのはポジションのスタティックっていうのと、ポジションレラティブ、ね、ポジションアブソリュート、ポジションフィックス。まずこの4つやりましょうかね。で、そうですね。この4つが基本なので、まずこの4つをね、今回はやっていきたいなというふうに思います。で、慣れてくるとね、もう一個ね、使いたいやつがあるんですけども、それはね、またおいおいそのうちね、やっていかれるといいんじゃないかなと思います。はい。スティッキーっていうやつなんですけどね。はい。はい。ということでですね、今回は、第3弾でしたね。よいしょ。はい。もう一回戻りますね。HTML を作りながら覚えるの第4弾。ね、ポジションの使い方をいろいろ。ね、いろんな使い方をしながらポジションを覚えながら作っていくというふうな、ね、内容になっております。はい、それではね、次回第1回第何回になるんだろうね、3回か4回ぐらいで終わるんじゃないかなと思います。この第4弾はね、その1終わりにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考サイトや情報を載せていますので、合わせてご覧ください。